はい、皆さんこんにちは。東京ベイギャングズ船長です。どうもです。今回はですね、おかっぱりで、ルアーフィッシングなどで、これからシーバスや、青物や、そういうのを釣ってみたいという方に向けてのおすすめルアーを今回はなんとご紹介していきたいと思います。今回はなんとキャスティングさんの方に、取材を行きまして、おすすめルアーなどを聞いてまいりましたので、ぜひ参考にして釣り場の方に、そのルアーをね持って行っていただきたいなと思います。はい、じゃあ早速ね、本編の方に行きたいと思いますので、皆さん最後までよろしくお願いいたします。それではいつものやって、スタートしていきたいと思います。いきますよ、せーの、東京ベイギャングズおすすめルアー紹介します。まずは、まあ、水深のある場所とか、はい、まあ、デイゲームでよく使うバイブレーションですね、ルアーですね。最初に投げていただきたいのはこちらの鉄板バイブ、ダイワのリアルスチールっていう鉄板バイブですね。持ってます。持ってます。持ってます、ね、はい、持ってます、はい、と、まあ、水深別で、まあ、重さ変えていただければいいと思うんですけども、例えばワカスとかでしたら 26g から始めていただいて、とにかく遠くに投げてそこを取って早く巻く、早巻きする、ブルブルブルっと、はい、これで何ていうんですかね、最初に釣れる魚を釣ってしまう。これ人気ありますよね、はい、そうですね、はい、これが最初に投げていただきたい、はい、まずした、はい、でこれでも、まあ、ちょっと当たりも何もないなってなったら、今度はですねこちら、ダイワのリアルスピンですね。スピンテール、はい、スピンテール、ブレードがついてるスピンテールの、ルアーになります。これも、重たいので遠くに飛ばしてそこまで落として巻くんですけれども、はい、先ほどの鉄板バイブと違うのはゆっくり巻く。なるほど、違い、一定の速度で、そうです、ゆっくり巻いてそこの方をゆっくり動かしてるイメージ。あー、なるほど、はい、ゆっくり動かしてもこのブレードがくるくる回ってくれるので、アピールになって早巻きで反応しなかったシーバスが今度これに食ってくる。なるほど、はい、そういう2番目に投げるルアー、これも結構飛ぶんですよね。これもすごい飛びます。飛びますし、まあ、サイズも3種類ぐらいあるので、はい、水深に合わせて選んでいただく、はい、これがそのゆっくり巻いて、反応するシーバスを釣る、はい、早巻き、遅巻き、そうですね、はい、はい、でこれでも取りきれないさらに低活性なシーバスっているんですよね。厄介ですね。なるほど、はい、そういう時はやっぱりこう必殺技じゃないですけど、はい、ワームですね、オアマンの VJ、うん、バイブレーションジグヘッド、これも皆さん使ってらっしゃいますよね。そうです、はい、もう今まで投げた2つのルアーで全然反応しないシーバスがわらわら釣れる。わら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 釣りてぇ、わらわら釣りてぇ、こんなにシーバスっていたのって思うぐらいこいつにだけ食ってくる。なんかこれだけ持ってきたくなっちゃいますね。そうです、そうです、やっぱりあれなんですか、その動きなんですか、こういうのっていうのは。そうですね、やっぱ柔らかいソフトな、ね、ワームを使うことでやっぱ生めかしい波動が出るんでしょうね。シーバスはそれに弱い。これはその寄せ方というか巻き方はどういうふうにするんですか。これは、ボトムを取って、もう中速ぐらいでもうただ巻きしてくる、はい、あ、別にアクションはつけなくていい、はい、つけなくていいです。勝手にもう尻尾がプラ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 パ、はい、そうです。ゆっくり巻いても早く巻いても全然大丈夫です。もう本当に万能、ただまあゆっくりよりはちょっと早めに巻くことで、まあ、水流が出るというか。なるほど、はい、ワーマンさんですね。よく考えてるよね、本当に。進化の速度がちょっとすごくないですか。もう本当にこれで釣れなかったらシーバスにないんじゃないかっていうぐらいですね。諦めてください。今日は諦めましょう。今日は諦めましょうみたいな、はいはい、ね、はい、じゃあこれ、じゃあ僕これ今日買ってっちゃいます。お願いします。ありがとうございます。買ってっちゃいますよ本当に、はい、うん、まあ、今言った3つのルアーは、まあ、比較的年中通して使えるルアーですね、うん、そうですね、まあ、特にデイゲーム、水深のある場所っていうところではよく使っていただける、はい、よく釣れるルアーになりますね、はいはい、いやめっちゃ勉強になった。そうですね、うん、いやこういうのね、いろいろ本当ね、いっぱいあるじゃないですか商品が。だから多分
本当何買っていいか分かんないし、情報がたくさんありすぎちゃって、そうですね、あとこうなんでしょっていう理解を正してくれますからね、こうなんのはずみたいなのが、そう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 、はい、もうそういう、もう今日は本当に聞きたかった情報がもう聞けて、もう本当に私満足しております。よかったです、ありがとうございました。そんな平林さんがこれだけちょっと1個だけお勧めしたいっていう商品があるんで、はい、虎の穴虎の穴こちらですね、パンチラインマッスル95っていうルアーなんですけど、今までなか、今までとか今紹介した中には全然違うシンキングペンシルっていう部類のルアーなんですけれども、基本的にはナイトゲームのゆっくりただ巻きのルアーなんですけれども、この東京湾、こっちの湾奥って言われるエリアでやっぱり夏から秋にかけて、はい、結構イワシが入ってきて、それを追っかけて、まあ、シーバスだったり、あとイナダだったり、まあ、そういう小型青物っていうのも釣れるんですね、うん、ここ何年か。そういうのを、釣るのに、やっぱり沈みの早いルアーだと上で食わせることができない、うん、ですけど、こういう表層、水面直下1メーターぐらいを飛距離が出せてゆっくり狙えるっていうシンキングペンシル、うんうんうん、そしてさらに飛距離がすごい出る重いシンキングペンシルっていうのは非常に使い勝手がいい。これもただ巻きですか？これもゆっくりただ巻きです、はい、ボコボコボイルしてるようなところに投げてもただ巻きでゆっくり、なるほど、はい、そういうルアーですね。だから一つ持っといた方がいいルアー、うん、そういう時に必ず釣りしてると出くわして、今まで投げたのが全然反応しないけどボコボコボイルしてるっていう状況で投げていただきたい。もしターゲットの層が違う感じ、ね、そうですね、はい、なるほど。いやめっちゃ勉強になったんですよ、ね、本当これもいいやつなんで、ぜひお願いします。あんまりね、うちの動画であのルアーちょっとやってなかったので、はい、あのおかっぱりでね、うん、そうですね、うん、ちょっとやりましょう。やりましょう。荒川でやりましょう。荒川でやりましょう。はい。一番すぐ近くですから、お店から、うん。そうですね。はい。はい、いやー、勉強になりました。ありがとうございました。はい、平林さん、ありがとうございました。で、あの、まあ、いつもの、 あの決めポーズっていうのが一応あるので、はい、それをちょっとやって、今回これで締めていきたいと思います。はい。では、いきますよ。はい。はい、せーの。東京ベイ、ギャンクス。ルアー、勉強になったぜ。釣りましょう。